こんにちは、粟田洋介です。今日は牛乳パック型のバレンタインギフトボックスの作り方をやっていこうと思います。これは去年子供の夏休み企画として小さい牛乳パックを作って絵を描くみたいなのをやったんですけど、これをバレンタインのギフトボックスにしたら可愛いんじゃないかなと思いました。バレンタインじゃなくてもなんかギフトボックスとかで使うと面白いんじゃないかと思います。ということで今日用意するものは紙と糊とそれからハサミ、それから好きな絵を描くもの。今日は私はこういうペンと色鉛筆を使おうと思います。紙を折って牛乳パックを作るんですけど、今日はこういう定規とかで測ったりしない大雑把で簡単な方法を紹介したいと思います。きっちり測りたい人は測ってもいいんですけど、めんどくさい人用に大雑把なやり方でやります。この紙、大きさはお好みでいいと思うんですけど、今日は A4 サイズの紙を用意しました。これはスケッチブックの紙なんですけど、ペナペナではないんですけど、すごい厚手のものではないです。画用紙でもいいし、紙は基本何でもいいと思うんですけど、ある程度の厚さがあって、で厚すぎないこと、剣と紙なんかはおすすめです。折っていくんですが、真ん中ではなくて、ちょっとこのぐらい開けます。まあどのぐらいでもいいんですけど、これは多分これが1ミリなので多分8ミリぐらいだと思います。まあ1センチよりちょっと少なめぐらいあればいいかなってとこですね。ここはね、糊しろになります。でここを折ります。厚すぎない紙をおすすめした理由は、折った時に厚い紙だとこういう風にした時にここになんかシワが寄っちゃったりとかするので、適度な厚さのものを選びました。しっかり折って、ここが糊しろになります。で、糊しろのところも折るんですが、糊しろのところを折ります。今ここの縁を利用したんですけど、こういう風にすると折りやすいです。じゃあここ糊しろを折って、今度はここからここのちょうど半分のところですね。ここの線に合わせて折っていきます。で、こっち側もここののりしろを抜かした状態ですね。こののりしろを抜かした状態のところをこうやって折っていきます。この4つが同じ幅になります。ギフトボックスの大きさの幅はこのぐらいになります。で、高さがちょっと変わります。もうちょっと小さくてもいいかなと思います。これ A4 サイズなんですけど、ここはもうちょっと短い方が可愛いような気がするんで、ちょっとここ短くします。ここ切っても切らなくてもいいんですよ。ただなんか背の高い牛乳パックにしたくないので、ちょっとここを切ります。ここの3センチのところに合わせて切りたいと思います。ここはこの幅の半分よりもちょっと長いぐらいのところを折ります。こんなぐらいかな。それからここはそれよりもちょっと長めに折ります。こんなもんかな。ちょっとここもう一個折るんですけど、さっき全部こういう風にこの方向で折ってったんですが、こっちはこっち側にして1センチ、まあこう1センチじゃなくてもいいんですけど、大体そのぐらいのところにして、ここをこういう風にするじゃないですか。で、ここをピーってやると綺麗に折れます。折れました。そしたら今度は山折りの部分を上にします。で、こことここ、もしくはこことここ、どっちでもいいんですけど、ここの真ん中ですね。のりしろを抜かした真ん中ですね。こんな感じで、真ん中をちょっと印をつけます。印をつけたら、この部分ですね。
この部分をこういう風に折ります。こっち側ですね。こっちもこういう風に折ります。これは定規とかなんか当てたい人は当てた方がいいかもしれませんね。定規はあった方がいいかもしれません。これこの線の印のところに、この下の方とここですね、こういう感じにして、それでうーんってこっちに折ります。で反対側も同じようにここですね、こういう風にして、ここですね、ここをこういう風に折ります。ここは折らないで、ここだけですよ。今度はここじゃなくてここですね。ここも同じようにここ真ん中に印をつけます。こういう風にここですね、真ん中ちょっと印つけて、見づらかったら印をつけてもいいです。こことここですね。今度はハサミです。ハサミじゃなくてカッターナイフで切った方がまっすぐ切れますが、ハサミのがいいやという人はこういう風にハサミで切ってください。こっちの方がまっすぐ切れますね。ちょっと私はハサミでまっすぐ切れないので、これで切っちゃいます。ここもね、切り取っちゃいます。こうすると牛乳パックができます。できるんですが、作ってしまうと絵を描くのが大変になります。なのでここに絵を描きます。こっちが山折りになっている部分の上に描きます。このペン使わないで色鉛筆だけで描いてしまいました。ではいよいよちょっとこれを組み立てていきます。ではさっきのこの糊しろに糊をつけます。順番は好きなようにやればいいと思うんですけど、ここにつけて、ここはつけてもつけなくてもいいと思うんですけど、こういう風に中からこうやって押します。ここにももしかしたらつけてもいいと思うんですけど、ここにもつけるとさっきみたいな空洞がなくなります。なんかさっき変な切り方したんで、ちょっとはみ出てるんで切っちゃいます。ぴったりやればこういうことはないんですけどね、本当は。最後はここですね。こことここにつければいいかな。このスティックのりを使った理由なんですけど、紙が歪みにくいことと、あとは剥がしやすいっていうことですね。
これをつける前にですね、やることがあるんですよね。この中にキャンディーを入れます。で、入れたいもの何でも入れればいいと思うんですけど、メッセージカード小さいのを作って入れるとか、例えばこの中にメッセージカードを入れてもいいと思います。ちょっとこれ糊乾いちゃってるんで、もう一回糊をつけます。こことここと、あとここですね。これで完成です。こんな感じでバレンタインボックスが完成しました。そのシチュエーションにもよると思うんですけど、渡す方も受け取る方も個人的にはちょっとこれ大きいんじゃないかなと思うんですね。このぐらいの大きさが嬉しいって人もいるかもしれないけど、 A4 の紙を半分に切ったぐらいの大きさでも可愛いんじゃないかと個人的には思います。去年の動画でバレンタインボックスの作り方というのもありますので、よかったらそちらもご覧になってください。リンクは下の概要欄に載せておきます。ということで今回の動画は以上です。この動画が良かったと思った方はグッドボタン、それからチャンネル登録をいただけるとありがたいです。最後までご覧いただきありがとうございます。皆様どうぞ素敵なバレンタインズデーをお過ごしください。ではまた次回お目にかかりましょう。さようなら。